楽しみですね。どういう変化が生まれていくのか楽しみですね。この後ウルツリサスの皆さんにお話を伺いたいテーマ出てきたので仕事を見つけるかどうかテーマ大事にしても大事ですし言葉っていうのはすごく大事なことだと思います。